ジェニー・ハン・ジェニー・ハンはアメリカのヤング・アダルト小説及び児童文学の作家。代表作にザ・サマー、アイタープリティ3部作と好きだった君へのラブレターシリーズがある。校舎は2018年にラナ・コンドルとノア・センティネオ主演で映画化された。バージニア州リッチモンドで韓国人の両親のもとで生まれ育った韓国系アメリカ人。 ノースカロライナ大学チャペルヒル校を卒業後、ニュースクール大学でクリエイティブライティングの MFA を取得2006年に卒業したニューヨーク市ブルックリンク在住。大学在学中に中学校の危機を乗り越えようとする12歳のアンネ・マリー・ウィルコックスについての児童向け小説主舞を出版。ヤロマンス三部作であるザ・サマーシリーズでは 少女の夏休みと成長を描き、たちまち、ニューヨークタイムズのベストセラーとなった。2014年、ヤロマンス、好きだった君へのラブレターを発表。この小説は、発表後数週間で映像化が決定した。続編である、PSI s ス i l l Love You は、翌年に発表され、2015-2016年度の、ヤングアダルトアジアンパシフィック、アメリカン文学賞を受賞した。 三部作目の Always and Forever ララジーンは2年後に発表された。最初の小説の映画はラナコンドル支援で2017年7月に撮影を開始。2018年8月にネットフリックスからリリースされ好評を得た。ありがとうございます。